下腹が気になる方は一緒に20秒やりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たった20秒で下腹にしっかり効かすことができるタオルワンレッグレイズを紹介していきます。もちろん名前の通り今回はタオルを使いますので、ぜひ用意してください。タオルワンレッグレイズのメリットなんですけども、下腹に少ない時間でしっかり効かすことができます。それはなぜかというと、タオルを使うことで負荷を上げることができます。少ない時間でしっかりですね、下腹に効かすことができます。デメリットとしては、まずタオルが必要です。タオルを握る力が強くないとタオルが抜けちゃいますから、握力が少しいります。で、足を動かす際にタオルで負荷を上げるんですけども、腕の力が強い人ほど負荷が上がります。弱いとですね、タオルが手からスポーンと抜けちゃったりすると、まあ、タオルを使う意味がなくなっちゃうので、まあ、腕とね、握力が少しいるかなっていうところです。ではやり方を説明します。はい、通常レッグレイズは基本的には腰を床につけて、腰が浮かないようにした状態から足を動かすんですけども、今回はタオルを使ってやります。タオルの持つ幅がですね、足閉じてこれぐらいです。太ももの幅ぐらいで握ってください。はい、ここからですね、上体少し起こして片足ずつ動かすんですけども、タオルで足が上がらないようにグッと押さえます。グッと、ちょっとやってみます。ここからこういう感じで足を上げるときにタオルで押さえます。そうすることで下腹に負荷が上がります。腰はついた状態です。ここからこういう感じで20秒やっていきます。もし両足伸ばすとですね、腰が反れちゃう、腰が浮いちゃうって方は、腰が浮くとお腹の負荷に逃げますから、膝を曲げてこういう感じで足を曲げる、足をですねタオルで押さえる押さえる押さえるっていう感じで20秒やっていきましょう。もしタオルがないよっていう方は、手でもいいです。手でこう、手で太ももを押さえながら20秒間行ってください。それでは一緒に20秒いきましょう。いきます、スタート。しっかりしっかり手で押さえて、下腹に効かします。上体も少し起こして、お疲れ様でした。20秒ですがどうでしたか？結構効きますよね。もし慣れた方はですね、30、50、1分とやってみてください。そうすることで下腹にしっかり効かすことができます。上体も起こしてますから、まあ、下腹に効くんですけども、お腹全体に効いてる感じがするので、レグレイズよりもですね、下腹だけが痛かったって感覚はないかもしれませんが、今回の方が負荷がかなり高いです。ですので下腹鍛えたい方、お腹引き締めたい方は、今回のタオルワンレッグレイズがおすすめです。たったの20秒でしたが、下腹によく効いたと思います。普通のレッグレイズだとですね、やっぱり腰が浮いちゃう方っていうのが多いんですよね。なので腰をしっかり丸める、腹筋に効きにくい、腰が反れちゃう、そういった方はですね、腹筋の前にしっかりこうやってですね、足を抱えて腰をしっかり丸めてですね、伸ばしてください。こういう感じでストレッチです。あとはしっかり太ももを胸につける感じで、こうやって腰をしっかり伸ばしてください。腰をしっかり伸ばす、丸めることで腹筋に効きやすくなります。ですので、あんまり腰を反らす状態を、こういう感じでお腹を伸ばして背中を反らす、ああいうのはですね、お腹の力を緩めて腰を反る力を強くしますから、あまり腹筋に効きにくい人とか反り腰の人にはおすすめできません。ですので腰を丸めるだけ行ってください。そうすることで今回のエクササイズが下腹に効いて、短い時間で負荷がアップすることができて、下腹にしっかり効かすことができます。頑張った方、できなかった方、よかったらグッドボタンとコメント、そしてシェアもよろしくお願いいたします。
チャンネル登録されてない方はですね、短時間で効くおすすめのエクササイズをどんどん紹介してきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。